画学戦隊、ホワイトストーンズは、北海道テレビ放送制作のヒーローものの、特撮テレビドラマシリーズ。ローカルヒーローの先駆けでもある。主な移動手段である、地下鉄東西線。主役の南郷進むを演じる、鈴井隆之が企画、脚本も手がける。鈴井の意向により小ネタやギャグ、パロディがふんだんに盛り込まれている。演じ方は、とにかく、 芝居がでかい恋いことが大前提になる。これが、ホワイトストーンズを呼び、鈴井のアイデンティティであり、シリーズに長く引き継がれている。北海道札幌市の白石区をこよなく愛し、白石区だけの平和を守るために、日夜働き続ける三人の白木選手の物語である。南郷進、本郷隆北郷誠の三人の青年が悪と対決するとき、 画学の音色とともに白木戦士ホワイトストーンズへと変化をするのである。移動は主に札幌市営地下鉄東西線で行う。他の移動手段は白石号やホワイチャリー18インチ GT3WD などの自転車または徒歩。本号が怪人が出現した現場にタクシーで向かい上様で領収書を取ったこともある。基本は 公共交通機関であるため、次の目的地に向かうことになった際に、バスの時間を気にする場面もある。また、返信していても、解除せず、そのままの格好で乗車する。白石区以外の区に出ようとすると、壁に跳ね返されるように拒絶される。モザイク、どうでしょう番では、安田演じる、本郷隆史は鼓を持っていた1995年 HTB 制作の、 深夜番組、モザイクな夜、V3 で放送された、コントもしくはドラマ。ホワイトストーンズの戦闘服は、白い忍者服で、頭だけは、全身タイツの帽子を着用。冬は、各々のの名前入りニット帽だった。三人が持っている楽器は、本号がつづみ南号が三味線、北号は尺八。ただし、南号は、変身時のセリフで、三味線ではなく、 ショーと言っている。これらの楽器は変化後は化学器演奏により超音波を発して怪人を破壊する。しかしその演奏はただ楽器を鳴らすだけでリズムは沖縄音楽風である上鼓に至っては鳴らせていない。オープニングでは南号がバイクに乗りその横を本号と北号が走っているシーンがある。また 三人が立つ位置も画面に向かって、左から本号、南号、北号の順で、後の、ドラバラ版とは異なっている。また、本号と北号の役回りが、ドラバラ版とは逆になっている。画楽戦隊、ホワイトストーンズ、帰ってきた、画楽戦隊、ホワイトストーンズ、画楽戦隊、ホワイトストーンズゼータの3シリーズがある。 モザイクな夜終了後、水曜どうでしょうでも、画学戦隊、ホワイトストーンズワールとして放送された。どうでしょう番には、大泉洋が、田中国へのモノマネキャラ、六号として出演している。この役名は、北の国からの舞台になったフラノ市の地名、六号が元になっている。水曜どうでしょうの再放送版である、どうでしょう。 リターンズ、水曜どうでしょうクラシックでは放送されなかった。韓国サイコロの前枠、5枠にも、何号と6号と本号が登場しているのを、DVD、クラシックで見ることができる。また、ドラバラ、鈴井のス DVD、画学戦隊、ホワイトストーンズ、みやびやかな愛の戦士たちからのシークレット映像に、ダイジェスト版が収録されている。非常に、 低予算だったため、主に、鈴井隆之主催の劇団、オーパーツガラミの俳優と HTB の監督、その他、スタッフ総でという、お手軽キャストで撮影されていた。そのために合成も、非常に安っぽいが、この、チープ感を逆手に取り、シリーズのアイデンティティの一つとして、予算や規模が、大幅に、スケールアップした2代目にも引き継いでいる。 シンガーソングライターの道島光平がゲスト出演したこともあり、番組内で北の国からの黒板順に踏みし、田中国へのモノマネを披露した。など2002年から2003年、HTV 制作の深夜番組、ドラバラ、鈴井の巣で放送された、テレビドラマ。番組自体の人気もあり、それなりの予算がついてきたことと、チームナックスを含む、 クリエイティブオフィス級所属タレントが純レギュラー化したことなどから、ドラマ自体の規模が格段にアップし、背景設定や人物相関なども十分に作り込まれたものとなっている。また、映像的にも各所に高価な視覚効果や CG を使用し、ロケもレブン島や宮城県白石市など、札幌市白石区以外の遠方が使われるなど、確実にスケールアップしている。 ただし、初代からの、チープ感に関しては2代目でも踏襲されている。演出監督は、杉山淳一チーフディレクターと、白鳥萌一ディレクター。ホワイトストーンズの戦闘服は、白い全身タイツ型の、ホワイトバトルスーツと赤いパンツが基本となる。ただし、陶器は上半身に、ドテーラと呼ばれる体幹スーツとパワーアップアイテム、カイロを装備し、下機は、 解禁シャツ、T シャツ、タンクトップ型戦闘服短パン麦わら帽子などに衣替えする。今回は、ちゃんとした画学を習得して、作中で演奏シーンを撮ることも番組のテーマとして、組み込み、三人が持つ楽器は、本号が、流敵、南号が、小、北号が七力と、画学の基本となる、画学三巻へと変更された。当初、本号の楽器は、 微話を予定していたが、脚本担当の鈴井が、雅楽の先生から、流的、章、七力は、天地人を表す重要なもので、三巻が揃わないと、雅楽にはならないと聞き、急遽、流的に変更した。そのため、微話をマスターした本郷役の安田は流的を、練習し直す羽目になる。さらに止めとばかりに番組スタッフが違う、形の章を、 ネットでろくな確認もせずに仕入れてしまうトラブルが発生。ショーの仕入れに二重の手間をかける事態になった。それぞれの楽器は変化時に武器へと変化し、流敵、ホワイトウルトラソード、ショー、ホワイトウルトラハンマー、七力、ホワイトウルトラファンとなる。なお、ホワイトウルトラハンマーは白いピコピコハンマー、ホワイトウルトラファンはハリー戦である。主なキャストは、 前作から引き継いだ。ナレーションは、中江真嗣が担当した。当初、ドラバラ版においても、喫茶ヒーローのマスター役は、水曜どうでしょうの藤村忠久ディレクターの予定だったが、多忙であったことから見送られ、代役として当時プロデューサーだった、土井匠に決まった。今作は、みやびやかな愛の戦士たち、白木伝説よ永遠に、最終章呪われし、 神話の行方の3シリーズで展開され、南郷進むは第2シリーズで戦死第3シリーズでは、息子の南郷博士がホワイトストーンズに加わった。第2シリーズでは、物語のクライマックスに CG 映像が使われた。番組自体が低予算で作られているため、撮影前のセリフ合わせの時に、大泉洋は、 スタッフにちゃんと言っておかないとぬいぐるみにされると鈴井に忠告していた。このやりとりは番組内のメイキング映像で放送され、視聴者には最後までぬいぐるみか CG かは秘密にされていた。当初は第2シリーズで完結の予定だったが、スポンサーの強い要請で第3シリーズを制作したと DVD 発売特番で鈴井が語っていた。第三シリーズでは 鈴井、森崎は各種のちょい役として出演している。また、鈴井については南号の幽霊役も演じている。また、第2シリーズの本放送は 2002FIFA ワールドカップ直後で、ベッカム風のフーリーガンが、怪人、外人フーリーガンとして登場している。なお、演じているのは、フランス人。また、この役者は日本語を読めなかったため、カンペはすべて、 ローマ人表記だった。裸で稼ぐ安田健のキャラが周知されたことから、各シリーズで、本郷隆史のセミヌードも披露されている。など初代、二代目ともにエンディングテーマは、鈴井、藤村両名の作詞によるオリジナル曲が使われている。初代、二代目のエンディングテーマで違うところがある。初代では北郷が、ひばりのことが好きだが、二代目では、本郷が、 ひばりのことが好きということになっている。オープニングテーマは、初代は、ストーンローゼス。二代目は、鈴井作詞による、オリジナル曲。なお、星空のコマンタレブーの作成は、ドラバラ版制作にあたって、鈴井ら制作人から大泉に与えられた、課題であった。セットは組まず、全編を、ロケで撮影する。 一部で撮影に HTV 社屋を用いることがあるが会議室などわずかである。初代の藤村ディレクターは二代目には一切関わっていない。二代目のエンディングテーマに初代と同じものを使うためにスタッフが作詞者名に藤村の名前を入れるかを本人に確認したところ入れときなさいよと半切れ状態で言われたとのこと。名前が入っていると 当人曰く CD を発売した際に作詞印税が入るためらしい。二代目をベースとして、クリエイティブオフィス級主催のイベントキュードリームジャム、ボレーでも過去数回、ホワイトストーンズショーが行われている。本来ホワイトストーンズの三人は、白石区でないと変化できないのだが、キュードリームジャムボレーでは、川北博士が発明した、白石区以外の場所でも、 変化できるようになる敷物、どこでも白石区を利用して、変化し怪人を倒している。まだ、全国的に認知されていなかった頃、全国のローカル番組やヒーロー、CM や、ケーブルテレビ、B 級映画を紹介する、裏関根 TV にて、日本のご当地ヒーローの一つとして紹介されている。まだ名前が売れていなかった、鈴井隆之、安田健、佐藤重幸が扮する。 ホワイトストーンズの OB が放送された。ありがとうございます。